汚らわしいものは全部お前の前から排除する。これでお前を守れたのか。楽勝だな。
光球の中にも紫の毒蝶が現れたんです。毒蝶は窓から入ってきて陛下に襲いかかりました。幸い皇帝にはシーラン様の魔術がかかっていたので氷蝶の襲撃を防ぐことができました。ですが彼のそばにいたミレイ医師は不運にも。ミレイ医師のところに行ってあげてください。病状は重いようです。ミレイさん、心配ない。雪が止めば元気になるさ。ええ、若君様がご無事ならきっと全てがうまくいきますよ。若君様、少し席を外していただけませんか。あの方とお話がしたいんです。病人は寒がりだ。手を握って温めてやってくれ。若君様、少し時間をください。私はもう長くありません。悲しまないで、もう年だもの。病気になったのが若君様じゃなくて私でよかった。むしろ運命に感謝しますわ。私が死んだらどうか若君様をお願いします。雪は深く敵も強い。若君様には共に困難を乗り越えてくれる人が必要です。あなたは若君様の心に入り込める人よ。あなたがいれば彼は一人じゃない。あなたに若君様をお任せしてもいいかしら。私は魔法塔のすべての力を集結させ、最後の3日間、都を守ります。ですから陛下も、月経祭の降臨の儀式に、
生贄を一つ残らず揃えることをお約束いただきたい。陛下の思い人もお忘れなきよう。陛下が彼女を守りたいと思っていることは知っています。しかし生贄は降臨の魔法陣にとって最も重要なもの。市場は捨ててもらわねばなりません。一晩中休んでいないのに、どこへ行くんだ？ダメだ。もう一晩外で明かせば、明日は疲れ切って、ミレイさんみたいにベッドで動けなくなる。明日のことは気にせず、今は寝るんだ。前回の旅の話をしてくれたとき、その話はしなかったよな。それに、じゃあ前回、俺はお前にひどいことをしたのか？どうも前回の俺の方がいい思いをしているような気がするな。だが、それでも俺は運命に感謝している。今回の俺は、暴君の花嫁ではなく、愛する人を見つけられたのだからな。この俺と生死を共にしてくれることに、心から感謝する。お前がそばにいれば、たとえ大雪に襲われようとも、絶望に打ちひしがれることはない。おやすみ。